スモールサンインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールサンがお届けするインターネットラジオです。スモールサンでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、知念太郎のゆいまーる沖縄。知念太郎のゆいまーる沖縄。ゆいまーるとは私の一番好きな沖縄方言であり、直訳すると結び回るとなります。県外にもゆいという相互扶助の制度がありますが同じです。番組では沖縄を良くしたい、日本を良くしたいとの熱い思いを持つ仲間、尊敬する先輩の方々をゲストに迎え、熱い思いのバトンを結び回してまいります。さて本日のゲストは、先月に引き続き株式会社リューデン代表取締役上間亮様にお越しいただいています。はい、上間社長、今月もよろしくお願いいたします。はい、もう準レギュラーのような気持ちです、はい、よろしくお願いします、はい、まずはね、はい、前回聞かれてない方もいらっしゃると思いますので、はい、改めまして自己紹介からお願いいたします。はい、株式会社リューデンといいまして、電気通信業、から、IT に関わる分野とかですね、お客様のお困りごとを解決するお仕事をさせていただいております。はい、ありがとうございます。はい、リューデン様はですね、スモールサンゼミ沖縄の会員でもありまして、またゼミ沖縄におきましてはね、講師選定も含めて、どういった講師の話を聞きたいかというようなこともね、委員会を作ってやってるんですが、この委員会メンバーとして、いろいろご意見をね、出していただいたり、一緒にまとめていただいたりとかね、しております。本日は龍電様の仕事の内容もそうですが、スモールサンゼミ沖縄で、今期というのが第9期になるんですけどね、9期の学び、あと今10期におきまして、ほとんど講師もね、決まっておりますので、10期のアピールも含めて、また自社でどう活用したか、そこら辺を本日お聞かせいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。きれい、気持ちいい、心地いい、住まいから笑顔を作り出す宝工機は、そんな住まいづくりのお手伝いをしています。25年間積み上げた技術力とサービスで、ハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の駆除まで、お住まいのお悩みなら何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、宝工機。知念太郎のゆいまーる沖縄。知念太郎のゆいまーる沖縄。本日のゲストは株式会社リューデン代表取締役上間亮様にお越しいただいてます。はい、上間社長、はい、第9期もね、はい、プログラムももう今月で終わりと、そうですね、はい、という形で来月からですね、新しい10期に入ってくるんですけどね、はい、まず最初に第9期、はい、におきまして、はい、この講師のこういう話は印象的だったとか、はい、あとはその中で自社にこうつなげていきたいとか、はい、そういったことがありましたらぜひ教えてください。はい、第9期は、11回に分けてだったんですけど、はい、全部良かったです。 ありがとうございます。ただあえて言いますと、そのやっぱり環境問題、はい、大きいですね。環境問題もそうなんですけど、この M&A という言葉がですね、はい、私自身は M&A という言葉に非常に悪い見方だったんですね、うんうん、うちの会社もその、もし引き継ぎがいなければ大手にこう買収っていうのもあったんですね、はい、でそれは大手がうちの会社を買うことで社員の、雇用は継続できますし、はい、ただですね、私自身はそのどっか知らないとこの誰かがいきなり社長になる、はい、その
うちの会長がこう築き上げてきた思いが全部消えちゃうっていうのが許せなくてですね、はい、うん、なので M&A のそのいろいろポスティングだったり、まあ、チラシとかいろいろ来るのが、はい、ああこれはいらないと思ってたんですね、うん、ですけど、萩原先生の話を聞くと、あのこのコロナ禍の中で、さらに自社を拡大するためとか、はい、実際に本当に困ってる企業を助けるため、うん、っていうことで考えると、あのまあ買われ売った買われたとかじゃなく、お互いがこう成長するためにいいものが M&A だよっていう、そういう思考を学んだところが非常に良、はい、かったなと思ってます。 ありがとうございます、はい、もうまさしくそうなんですよね、はい、まあ、僕も前職が金融系だったということで、はい、M&A は以前から少し知ってたんですけども、結局会社を良くするための、まあ、近道というか手段の一つというかね、はい、そうですね、まあ、それだけの話なので、はい、多分ね、M&A のイメージが悪くなったのは、これも十何年前ぐらいかな、なんかハゲタカファンドなんですが、はい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 、結構出たからだと思うんですよ、はい、乗っ取りのイメージが多分すごくついたのは、ね、多分そこだと思いますが、はい、実はそうではなくて、はい、それっていうのはね、株式を発行している大手上場会社の話であって、はい、普通の中小企業だったりとかすると、はい、こんな乗っ取りっていうのはそんなにないと思いますよ。そうですね、うん、ですから、うん、今の後継者問題だったりとか、はい、シナジー効果を持って、はい、ここの傘下に入ることによって、はい、よりよくお客様に支えられるんだと、はい、お客様のサポートができるんだというようなところの発想だと思うんですよね、はいはい、うん、だから、まあ、萩原さんね、うち M&A に、はい、詳しいプロデューサーが何かいらっしゃるので、はい、まあ、萩原さんとかね、はい、前期出ていただきましたし、はい、来期はね、島田さんも出てもらうことになってるんですね、はいはい、この2人は M&A 関係がすごく詳しくて、前職が同じ、帝国データバンクの調査員だったということで、はい、企業のことすごく分かる人たちなんですね、はいはいはい、またね、萩原さんの講義におきましては、M&A の思考という形で M&A だけではなくて、はい、SDGs、そうですよね、ESG 投資とか、はい、まあ、そんなキーワードも出てきましたね、はいはい、そこら辺はいかがですか。あのそうなんですね、その思考を学んだことで、例えば、はい、SDGs に関しては、あの萩原さんの前に大川印刷の大川社長、はい、そうなんですね、はい、あの大川社長がやられているのが、本当にその自分たちで使う電気エネルギーを自分たちで作って、うん、活用する、はい、要はそのカーボンゼロを目指すと、うん、って言った時に、そのまあ沖縄のうちの規模の会社に、まあ、関係ない話かなって正直思ってたんですね、はい、ですけど大川社長の話をどんどん聞いていくと、うちも今やらなきゃいけないって非常に思ってですね、うんうん、本当ですね、あので SDGs っていろいろ私の感覚だと大手がやることだと思ってたんですね、はい、あの要はうちらがやったってみたいなのがあったんですけど、あのそこからちゃんと SDGs ってなんだろうっていろいろ見ていくと、あのそもそももうちがやってたことがそれに当てはまるとかですね、例えば、はい、あの教育に関してはあのギガスクール構想っていうのの中で、その中でいろいろさせてもらった仕事がその分野に当てはまるとか、はい、あと雇用に関してはまた、女性陣が特にその働きやすい環境づくりをしたりとか、はい、でその他あの、例えばその現場で出る廃棄物に関してとか、いろいろ自社でやってたことが SDGs に関わっている分野でもその目標に向かってやってるところとして捉えられたんですね、はい、なので沖縄県でその SDGs パートナーっていうのがありまして、とりあえずそのパートナーとして登録をしようということでやりました、はい、でもう一つはその SDGs と、もう一つは健康経営、これはあの私が北長法人会という組織に所属してまして、はい、そこの青年部会であの健康経営をやろうということで今やってます、うん、でそれはあの一つ の, その企業を見る指標として、SDGs 取り組んでるかとか、まあ、前は ISO とかいろいろあったと思うんですけど、はい、そうですね、はい、ISO に関してはうちはその、情報の取り扱いのマネジメントの、27001っていうあのISMS っていうのを取得して継続してます、はい、あのなのでこういったものって企業の信頼
度の、計りであって、はい、ただ、まあ、持ってるよって見せることじゃなくて実際にそれを意識して実践する実践し続けることが大事かなと思ってまして、はい、そのスモールさんの中で学んだのはあれですね、このそういった今の時代に出てくる言葉スコープ3ですとか、うんうん、そうですよね、うん、ESG ですとか、はい、そういうのもうちに関係ないと思って聞いてたのが、うん、あ、これ非常に関係してくるなと思って、はい、でそれで例えばうちが LED の電灯を販売してるんですけど、まあ、例えば企業が省エネのために LED を入れたいっていうと、その LED を製造しているところはカーボン排出ゼロのところから今入れてます。はい、なるほど、はい、で、すごい。これ知念さん昨日の話なんですけど、昨日東京の大手の、まあ、通信系 NTT のような通信系をやってる会社さんがいらっしゃったんですね、はい、で、まあ、沖縄でそういった環境問題の仕事をしたいって話があった時に、うん、この ESG に関することとかスコープ3のこととかそういう話をしたときに、あれ竜電でこんな話できるんだみたいな、そういう反応だったんですよ。なるほど。要は沖縄のこんなちっぽけな会社でも、うんうん、そこを意識してんだっていうことで全く対応が違ったんですよね、はい、当初は見積もり、とりあえず見積もりをもらいたいの話が、うん、そういうことをやってて、例えばそれに適した商材も揃えてますって話をしたときに、はい、あ、これ保守もお願いできますかって、もう保守の展開まで移っちゃったんですよ。あ、なるほど。なのでこのスモールさんゼミで学んだことで、その学びの中から大手とこう話ができる、うん、これ不思議だなって思いましたね。あ、嬉しいです。ありがたいです。これは、はい、っていうのはね、はい、やっぱり、まあ、僕もプロデューサーさせていただいてる中で、はい、経営者っていうのはやっぱり勉強しないといけないと思うんですよね、はい、そうですね、はい、うん、ただ今上間社長おっしゃっていただいたみたいに、はい、ESG とかねスコープ3とかって言葉だけ来ても正直そこまで深く分かんないじゃないですか。そうなんですよ、はい、そこの専門家でもないので、はいはい、だから例えば山口先生の、はい、公開ゼミ、先月ありましたけれども、はい、まあ、そういうお話を聞きながら、はい、なるほど、こういうふうにな意味があるんだ、はいはいはい、こういうことが私に関係するんだ、はい、まあ、この SDGs も ESG も含めてですけども、はい、ああカーボンニュートラルなるほどとかね、はい、っていうふうにして自分ごとになれるというのがある意味本当の知識だし学びだと思うんですよね、はいはいはい、そうですね。それを、うん、得る場が僕はスモールさんゼミ沖縄なんじゃないかなと、はい、これだけの講師で、はい、これを揃えてるにもかかわらず、はい、これだけの費用でね、会費でね、本当です、聞けるってないですよ、はい、これ、多分講師1人割1回割にするとこれ1万、2000円ぐらい、安すぎます。失礼ですね、これ安すぎますよね、これ本当そうですよはい、はい、普通だったら例えば大川社長でもそうですけども、はい、東京とかに行って聞きに行かないといけないわけですよ、はい、そうすると宿泊代とか飛行代とかかかってくると、はい、もう8万10万レベルで聞く講義料を回すと、はい、10万円レベルぐらいで経費がかかる話なんですね、はい、1日かけて、はい、それをこう沖縄で聞けるということないですよね、はい、本当ですね、うん、で先ほど申し上げたようにいろんな分野の経営者、はいはい、今この沖縄に必要な経営者を上間社長をはじめね、はいはい、この準備委員会の方で選定させていただいたプログラムということなので、贅沢すぎますよね。あ、本当ですね。自分で言うのもなんですけど、本当そうです。10期も、もうほとんど決まってきてるかと思うんですけど、10期も今、はい、沖縄の経営者の中で必要なもの何かっていう、この生の起きてることに対して必要なことっていうのを提供するような、そういうところでこう組み上がってるのかなと、とっても思うんですよね。はい、そうなんですね、はい、まあ、そういう形でね、選定もさせていただきましてるので、はい、一回 CM 挟んで、はい、今度来期の話もね、分かりました、ぜひさせていただければと思います、はい、よろしくお願いします。はい、番組はまだまだ続きます。地域コミュニティを大切にする金融機関第一勧業信用組合、地域やお客様の課題解決、そして永続的な社会づくりに貢献します。知念太郎のゆいまーる沖縄。
知念太郎のゆいまーる沖縄。本日のゲストは株式会社リューデン代表取締役上間亮さんにお越しいただいています。はい、上間社長、はい、スモールさんでね、はい、上間社長が一生懸命こういろんなことをこう吸収されて、はい、それを生かして経営されてるっていうのはまさしくねプロデューサーとして非常に嬉しいことです。ありがとうございます。はい、はい、まあね、前期の第9期の話もありましたが、はい、第10期来月からスタートするんですけども、はい、上間社長もねこの講師選定に関わっていただいたんですが、はい、どういった方に、楽しい、 もうもちろん全講師いいんですけどね、はい、興味があるな楽しみだなとかっていうことがあったら教えてください。はい、そうですね、一番はですね、先ほどお話ししました M&A 思考、はい、あ、なるほど、はい、そこにその島田さんって方が講師でいらっしゃるので、うん、はい、そこはもう非常に楽しみなんですね、うん、で、やっぱりそれまでに、島田さんは10月の予定だったと思うんで、はい、それまでにはやっぱりそれ聞く準備をしておこうと思うんですよね、うん、はい、そうなるともう意識的にそういった情報が入ってきますので、うん、それを学んだその時からじゃあうちでできることなんだろうとか、はい、いろいろ考え始めて行動すると思うので、うん、それはもう非常に楽しみです、はい、で、まあ、もう一つもう一つとは言わずにそのあなたがいなくても会社が回るチームの作り方、うんうん、岡田さんって方が、はい、これも今コロナ禍でいろいろなことが見えてきたと思うんですけど、その中でそのオンラインでできるよとか、まあ、在宅でできるとかいろいろあるんですけど、はい、実際うちはその在宅をするインフラ、例えばネット環境とか、はい、そういった会議に参加する側の端末を揃えたりっていう仕事が非常に多かったんですよね。なるほどですね。なのでコロナの中でもやっぱり社会に必要とされるところっていうのは仕事はなくならないんですよね、うん、でとにかく人が動いてる間まあ、隙間部分でも仕事っていうのはいっぱいあるんで、はい、それをやっぱりこう見つけて、仕事としてできるっていうそういった観点を持っておかないといけないなと思うんですけど、うん、あなたがいなくても会社が回るっていうのは非常に魅力的なんですよね。本当ですね。なのでまあそれ考え方なのか行動なのかとかそういうところでやっぱりいろいろ楽しみになります。はい、でそれともともと金融業だった方が金融機関の本音ですとか、はい、まあ、先ほどの話と一緒で ESG のことですね、そういうところを、また講義を受けることでうちの、お取引先様に対してうちがちゃんと環境問題を整えているよっていうと考えているよっていうところでの見せ方とか、うん、はい、そういうのもちょっと考えたいなって思ってるんですね、うん、っていうのは先ほど その大手さんがいらっしゃった時にうちのこの規模でもここまで徹底的にやってるよっていうのを見せることでこう仕事が増える、はい、要は一つの営業活動、まあ、会社 PR とか御社がうちに依頼をした時にもリスクっていうのはこんなにないんですよっていう見せ方だと思うんですよね、はい、そういうのとかもやっぱりその金融機関って本音どうだろうとか金融機関が考える ESG とかそういうのを学んでなんか対応できる強さを持ちたいなと思ってます、うん、本当に会社って100人いようが10人いようが規模じゃないし、そうなんですよね、そこをやってるよっていう自信を持って胸張ってできることがあれば非常に伸びていくと思うんですよね、うん、であとは社員がそのやりがいとか、はい、そういうのを持った時に私の場合はもうなんて恥ずかしさがないので、うん、愛してるよとか本当に褒めちゃうんですよ、はい、ちょっと外人のような感じでやってるんですけど、うん、で社員はまた社長何か言ってみたいな感じではあるんですけど、はい、絶対ニコってしてるんですよね、うんうん、だからまあ、かっこつけずに自分らしくそういうことをやることでそのスモールさんで学ぶスモールさんゼミで学ぶ、あなたがいなくてもとか、はい、M&A のこととか、
あの ESG のこととかっていうのは、うん、社員がやっぱり協力してくれるので、はい、あのこういうのを学んでまたアウトプットして、あの10期で学ぶ分も活用していきたいなと思ってます。あの、はい、一つもう一つ楽しみなのは、あの 玉寿司さんの話がありまして、はい、そうですね、あの事業承継とコロナ禍での取り組みっていうのがありまして、あの実際飲食を見ている飲食業の方を見ているとやっぱりコロナ直撃なんですよね。はい、そうですね。でそういう中でどういう動きをしたのかとか、そういうのはあの非常に興味があります。で、あの、まあ、あの毎年のことなんですけど、あの沖縄のよろず支援拠点の植地さん、はい、植地さんのお話もあの非常に勉強になります。あの本当ですね、はい、沖縄なんでですね、うん、で植地さんが沖縄であちこちの拠点を置いてやってることと、あとあの小出さん、小出さんのそのビジネスチャンスの作り方、はい、この2本立てがですね、あのちょうどいい形で、2ヶ月後にとか、はい、あの非常にバランスがいいと思ったんですよね。ありがとうございます、本当に思いまして、あの本当に、まあ、庶民がって言ったらなんですけど、あの私たちが目をつけないようなところ、例えば、はい、富裕層っていっぱいいるんだよっていうところで、あの富裕層が考えてる価格の付け方ですとか、はい、あの富裕層が考えてるサービスのあり方とか、その富裕層をターゲットした時のビジネスの恐ろしさとか、あのあまり関係ないと思いきやそういうのも学べたりするので、うん、あの非常にいいなと思ってますし、沖縄はその実際本土の大手企業の社長の自宅、まあ、別荘だったりそういうのがいっぱいあるんですよね、はい、うん、だからそういうところであのちゃんとそういった秘密を守れる企業として選ばれるかとか、うん、その人たちの家に導入する設備としてそれを施工する会社として選ばれるかとか、はい、あのなんかそういったところから学べるものが非常に多いところですね、はい、ありがとうございます、はい、今ね上間社長がね、はいはい、ご紹介こうしていただきましたけれども、これ本当にそうなんですね、はい、来期におきましてもね、まあ、あの8月から始まります、来月から始まります第10期、いよいよ10期になるんですけども、はいはい、まずねマストとして入れているのが山口先生ですね、はい、ああもうもちろんですね、はいはい、まず山口先生は年に2回お願いしますということで結構無理を言いました、はい、まあ、その代わり1回目はね、はい、1つはズームにしてくださいということで、まあ、11月28日の月曜日、はい、こちらがズームになりますが、はい、また来年のね6月26日また山口先生で公開ゼミという形で締める形、はい、ね、当然山口先生におかれましては、はい、まあ、最新のね経済動向関係、これをバッチリ教えていただくので、はい、そこをこう分かりながら自社の仕事運営に、ね、生かしていこう、はい、ね、そういった形、これもね、はい、上間社長も一緒に考えていただいてみんなで決めたんですけども、はい、でスタートが8月22日の中野里さんですね、はい、これ先ほど上間社長からご紹介いただいた事業承継とね、はい、コロナ禍での取り組みということで、はい、非常に苦労なされてこういうふうに取り組んだんだという実践事例がね、はい、聞かせていただくことができますよね、はい、であとはこちらも先ほど出ました、島田さんですね、はい、この方が、まあ、萩原さんと、ね、すごく仲良くて、前期9期の4月25日に萩原さんの方で、はい、M&A だけではなくて、はい、その広がりとか、M&A 志向の話をしていただいたものに対して、はい、ここに当ててるんですよね、はいはい、でその半年後ぐらいにはあ島田さんによって今度は M&A 事例という形で、はいはい、萩原さんの思考を踏まえた上でこの事例をたくさん取り込んでいける、まあ、そんなプログラムになってますし、はい、また12月19日におきましては一円さん、はい、こちらもね一円さんもすごくそうです、ね、お話いいんですけどもリピート創出に関するね、はい、またそのマーケティングではなくて心理学的なところもこの要素も非常に入ってきた中で、はいはい、お話をお伺いできますね、はい、でこちらも上間社長ご紹介いただきましたが、はい、元、ね、第一勧業信用組合の前理事長であった新田さんに、はいはい、まあ、これはねあまり大きい声では言えないんですけれども、はい、で一線を外れたからこそ言える本音、はい、まあ、ね、プラス ESG、やはり、企業経営者ですから、はい、銀行がどう見てるか、というところを絶対意識しないといけないと思うんですね、はい、これが実際に評価になってくると思いますし、はい、
あとテレビでね、あの NHK とかでもやってたんですが、欲望の資本主義とか、はい、まあ、そういうの僕よく見るんですよね、はい、その中で、はい、じゃあどうやって世界が、はい、例えば SDGs とか推進するのかっていった時に、はい、やっぱ力がないといけないですよね。あ、そうですね、はい、でその力というか強制力ではないんだけども力、はい、まあ、それを発揮する門番のような役割が銀行だって言うんですよ、はいはい、だから銀行がこの ESG という窓口の中で、はいはい、融資先を優遇することによって最初は、はいはい、SDGs につながるし、はい、もっと言えば最終的にはそれやってないと融資受けれませんよってなると、そこに流れる、はい、まあ、そういった役割が銀行にもあるのかなということを考えると、やっぱり知らないといけない、はい、まあ、そういう形になってきますし、まあ、その後が先ほどもお話上間社長から出ましたように、はい、まあ、上地さんのお話ですとか、あと小出さんの話という形の中で、まさしくね、よろず支援拠点のこう、まあ、沖縄代表と日本代表にお話しいただけると、はい、まあ、そしてね、岡田さんもそうですけど、あなたがいなくても会社が回る、はい、まあ、そんな構成でね、はい、沖縄のゼミということはね、はい、作っていきますので、はい、ぜひ皆さん楽しみにしていただければと思います。はい、はいはい、番組はまだまだ続きます。日本一おいしいどら焼きをはじめ、中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り、時を受け継ぐ技、心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心、富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんか。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。知念太郎のゆいまわる沖縄。知念太郎のゆいまわる沖縄、本日のゲストは株式会社リューデン代表取締役上間亮さんにお越しいただいております。はい、今回の、ね、中では、上間社長、リューデン様のご紹介と、はい、やはりスモールさんゼミに参加されて学んだことというのが、はい、まあ、取引先様と、ね、そうですね、の関係にもすごく密接につながる、まあ、そして、前期第9期のプログラムでこういうことが学べました、そして10期の紹介という形で今までお話しいただきました、はい、先ほども、ね、お話し出ましたように、例えば SDGs とか、はい、もう世の中の流れでは絶対的なものだと思うんですね、はいはい、そうなってくると県外の大手さん、もしくは地元の中小零細も含めてですね、どういう人たちとそれを実現していくのか、はい、もう自社だけじゃないですよね。そうですね、はい、トヨタとかでも言われているのが、はい、トヨタがそれを実践するということは、下請け孫請けさんも全部やらないといけなくなる、つまりできてないところとは一緒に仕事できません、まあ、この流れはもうほぼ間違いないと思うので、そうですね、はい、会社の代償ではなくて、はい、ここら辺の姿勢や社会に対する責任というのがすごく問われていて、それがないとパートナーにとして選ばれないんじゃないか、そんな感じがすごくするの で、そうですね、はい、経営者はだからこそ学ばないといけない、はい、そういうふうに思うんですけども、はい、そこら辺のお話も含めて最後ね、はい、まとめになりますけれども、上間社長の方からも、はい、ご感想、お考え方を教えていただければと思います。わ、はい、かりました。知念さんの今おっしゃる通りで、本当に、まあ、コロナがあったから見えたものっていうのも結構あるんですよね。ありますね、はい、うん、じゃあコロナじゃなかったらどうなるかっていうと、なんかですね、コロナが来る直前って沖縄観光客がすごい、もうこれまでにない人数いらっしゃってて、はい、全て潤ってたんですよね、うんうん、でその反面、その外国の方が土地を買い漁ったりとか、いろんな問題もあったりしてる中で、はい、コロナがなかったとしたならばってところでも、やっぱりそのスモールさんゼミを学んでると、どうしてもその環境問題には学びに行くんですよね、はい、だからコロナあってコロナなかったとか、その環境が変わろうが、世の中が変わろうが、これを理由に経営できませんでしたって会社閉めるのは失格なので、うんうん、はい、
そういうところからでもこのスモールゼミ沖縄があることで、世の中の環境がどうなろうが、常にそれに対して環境変化に対する変化をこう学べるっていうところがあると思うんですよね、はい、なのでそれをやっぱり学んでいくべきだと思いますし、うちの会社としてはどんな大手が来ようがですね、うちはちゃんとやってますって胸張って言えるように、そういった問題にもやっぱり取り組んでいきたいと思います、うん、これからもさらに今うちが最初にスタートでってことではないんですけど、はい、いろいろこう企業が見てる評価価値とかですね、そういうのはちゃんと真面目に取り組んでやっていった上での、お困りごとを解決する、うん、そういったところで進んでいきたいなと考えております、はい、はい、ありがとうございます、はい、もうまさしくそうですよね、はい、そのためには先ほどから申し上げているように経営者の勉強というのは責任ですよね、はい、そうですね、知らないということにおいては、はい、あまりにも無責任かなというふうに思いますし、はい、まあ、例えば法務のことや税務のことや労務のことっていうのは経営者でそこのプロってはいないと思うんですよね、はい、まあ、弁護士資格持ってるとかね、社労士の資格も僕持ってるんですと、はいはい、まあ、だから顧問税理士とか顧問弁護士とか社労士とか一流の人をつけてその意味を理解する、そこに責任をね果たすために必要なことがあるのとだと思いますね、はいはい、ただそれ以外で今度は経営全般で見た時には、じゃああなたは何を思って学んでるんですかと、はい、いうふうに言われたときに責任ある回答、はい、会社の社員を守るために責任ある回答ができるのかっていうのは、はい、まあ、僕はねすごく問いたいなと思います、はい、ちょっと失礼ながら僕もこういう仕事させてもらっていて、はい、中小零細企業の人たちのどれぐらい、まあ、割合分かんないんですけどもね、はい、いやいやもう僕私たちは中小零細企業だから忙しくてこんな勉強してる時間がないんですっていう人がたまにいるんですよ。あ、いますね、はい、その時に、ね、僕ね、ああ本当は違うよねって、はい、だからこそ勉強しないと抜けきれないんだよそこからっていうのが本音なんですけども、気づいてない人にそれ言ってしまうとあまりにもちょっと失礼なことになってくるので、あ、そうですかで終わるんですけども、はい、本音はやっぱりそこなんですよね、うん、いやだからこそ勉強する必要があるんじゃないですかというふうに僕は思います、はい、じゃあその勉強する場を作りたいということで、はい、このスモールさんゼミ沖縄っていうのは、はい、我々がね山口先生のお声かけに応じて、はいはい、今のねマルチューの木名支部長やゼミ長、あと会場を貸していただいている岡野さんたちと一緒に、はい、我々はそういった志で作って、はい、そして上間社長とかね皆様方が、はい、一緒に委員として運営していただいているというね、はい、本当に自信を持って沖縄よくできるぞというゼミでございますので、はい、第8月から始まる第10期もね、はい、ぜひ沖縄の方たちご参加いただければと思いますし、あ、そうですね、はい、多分このねスモールさんインターネットでラジオは、はい、全国の方聞かれてると思いますので、はい、他府県のね多勢見の方たちも、はい、ぜひ沖縄に来るときには、はい、沖縄ゼミ参加させて交流させろよと、はい、もうまあこんなこと言うのはあれですよ、全国で一番人気のあるゼミにしたいなとも思ったりします。何度かそのコロナの前はありましたよね。ありましたね、うん、またね少しずつ復活してくると思うので、はい、ぜひゼミ沖縄8月からスタートします第10期もですね、はい、どうぞよろしくお願いしますということで締めたいと思います、はい、上間社長、2ヶ月にわたりましてご出演いただきまして誠にありがとうございました。いえ、ありがとうございました。